だな。だからさ、ちさ、練習に付き合ってくれないか。どういうこと？よりがちさに、どうして？落ち着こう。買い物の時みたいに誤解かもしれないし。本気なの？ああ、本気だ。俺も好きになってるからな。誤解じゃない！でも、ちさ、この前あんなの相手に考えられないって。そっか、嬉しい。いやー！でも私でいいの？ああ、お前しかいないんだ。ちょっとまだ汚れた。あのさ、言いにくいんだけど、付き合ってくれないか。本気なの？本気だ。俺どんどん好きになってるからな。嬉しい。私でいいの？お前しかいないんだ。どうした、ケバ君？ちさとイオリか。やつらがどうした？この前までは嫌がってたはずなのに。何の話だ？私の口からは言いたくない。どうせまたくだらない勘違いだろうに。どうした、ケバ君？心が叫びたがってるのか？私の口から言いたくない。何なんだ？でもウェイトがないと体が浮いて練習しにくいかも。だったら俺の体に重いものとかを縛ってくれないか。どういうことだ？まさかさっきキャバ子が言っていたのは特殊性癖の目覚めという意味か？いや、だがさっきの一言だけでは断定は。それはちょっと危ないかな。そうか、だったらせめてもう一度事実確認を。思い切り俺を踏んでくれ。どうだった？お前の言う通りだった。まさかあいつが目覚めていたとは。そっか、やっぱ目覚めてたんだ。もうウェイトがないと体が浮いて練習しにくいかも。だったら重いものかなんかで俺の体を縛ってくれ。それは特殊性癖への目覚め。どうする、ちさ？それは危ないかも。そうだ、最初からそれは。だったらせめて思いっきり俺を踏んでくれ。わかった。目覚めていたとは。エブリー、悪いな、付き合ってもらっちまって。あれ、イオリの声。まさかあの二人付き合い始めたからって人目を忍んで。濡れちゃう。服は脱いだ方が。わかった、脱ぐ。よし、じゃあやるぞ。何やってんの？本当に何やってんの？キバコ、貴様ここで何を？それこっちのセリフなんだけど、様子が変だと思ったら行動まで変だなんて。あ、これはそのプールに財布を落としてたな。嘘ばっかり。イオリ、正直に言って昨日から隠してることあるんでしょ？仕方ない、正直に言うか。ケバコ、うん、実はこれダイビングの練習なんだ。どうして正直に言ってくれないの？正直に言ったんだが。だって明らかに上級者向けの変なことしてたじゃない。いや、むしろ初級者向けなんだ。アイナ、これ本当にダイビングの練習だから。え、そうなの？なぜチサだと一言で信じる。暴れないの？ジタバサしないで。もしもし、警察ですか？濡れちゃう、脱いで。わかった。
レビア。ちょっと何やってんの。本当に何やってんの。ケバコ何してんの。プールに碁石が落ちてて拾おうと思って。ないから碁石。こんな夜に大人碁石拾わないから。正直に言って。ダイビングの練習。どうして正直に言ってくれないの。正直に言われてる。明らかに上級者向けのことしてたでしょ。あんなの初心者向けだ。え、あれでまだ先があるっていうの。俺なんてまだまだだ。まだまだ。マスククリアの練習。もう一回やろう。あら、あら、あら、甘えんな。女二人が男をプールに沈めてます。